会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はマイホームの特例に関してお話ししたいと思いますが、特例の中でも買い替えですね、マイホームを買い替えた場合の特例についてお話ししたいと思います。居住用財産の買い替えの特例というんですけど、マイホームを、住んでいたものを売って他のこのマイホームを手に入れた場合、そこの譲渡益が発生する場合があります。もともと売って、住んでいた住宅がですね、1000万円で買ったとして、それが4000万円で売れた場合、3000万円の譲渡益というものが生じるんですが、それを次のマイホームを、購入すれば、その3000万円には譲渡益がかからないよというような特例があります。とてもお得な特例でですね、正確に言うとかからないわけじゃなくて、将来に繰り延べる、その買い替えたマイホームを売却した時に税金が発生してしまうんですが、買い替えなければ逆に税金はいらないということなので、ついの住処にするというような場合には買い替えない方がお得かなと思います。ただし要件がありまして、所有期間とか、居住期間10年以上というような縛りがありますので、大変かもしれないんですが、もし10年以上お住まいの土地建物が価値が上がっていて売りたいよという場合はいいのかなと思います。例えば都市部、町の中心部に買った土地が値上がりしていて、それを売ってもっと郊外に住もうかなみたいな方は、こういうのをうまく利用されると税金も免除されて延期されていいのかなと思いますので、ぜひご研究されることをお勧めいたします。